ワンピースみんなのリズムに答えよーよいしょー。はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日は皆さんからいただいたワンピースの質問にお答えさせていただければと思います。それでいきましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録、はい、まだの方よかったらチャンネル登録していってください。一緒に楽しんでいきましょう。はい、じゃあいきましょう。はい、じゃあまず一人目質問です。なんて一人目質問です。武良太さん、ありがとう。ありがとうございます。高橋さん、ケイさん、こんにちは。こんにちは。動画いつも楽しく見ています。あ、いつもありがとう。質問です。はい、新旧含めた3対象の強さは大体どれくらいでしょうか。うん、自分は4校幹部ナンバー2くらいかなというイメージです。高橋さんの考えはどうでしょうか。なるほど、という質問でございます。なるほど、はい、ありがとうございます。なるほど、新旧含めた対象がどのくらい強いか、うん、で、まあ海賊で例えるとどのくらいか。なるほど、うん、そうですね、僕はね、4校クラスの人いてもおかしくないんじゃないのかなと思うけどな、うん、もちろんね、その本気バトルがね、描かれてない人たちも結構いるんで、うん、まだね、難しいとこではあるけど、うん、でもね、多分そのクラスじゃないとさすがにその海のバランス取れないんじゃないかな。確かに、うん、仮にその海軍大将が全員まあナンバー2クラスだとしましょう、うん、新規5人が一緒にいることないんで基本的にはまあ3人体制って考えるじゃん、うん、で、もちろん元帥はいるけどね、うん、じゃあナンバー2が3人います、うん、4校で潰せちゃいそうだな。弱くね、それは。そうなんだよね、うん、だから多分だけど、うん、ナンバー2よりは強いとは思うな、うん、うん、でもちろんその全員が4校かどうかは分からないけど、でも4校クラスでもおかしくないんじゃないかな。相性はあるけどね。あ、そうそう、相性はもちろんあると思う、うん、ね、戦い方とかいろいろあるとはいえ、うん、じゃあ4校が4人います、うん、そもそも海軍って3人だからね、対象は、うん、で、部下、お互い部下いるんで、部下はちょっと一回中将やら、うん、ナンバー2やらがいるんで、そこ一旦じゃあ納棺するけど、うんうん、対象以上で考えてくると、うん、もう4対3でプラス元帥なんで、うん、元帥足す3対象、うん、で初めて4なんですよね、うん、4個クラスじゃないかな。まあね、だからまあそこら辺はなんか戦いそうな気がするけどな。だってそうだよ、ね、シャンクスと赤犬でバーンってバシーンってなったから、ね、まあなんかトントン、うん、わかんないけどね、勝負の流れで、まあ、ガチバトルはしてないからね、うん、あれだけど、うん、でいけるんじゃないかな。青生地とかもだとめちゃくちゃ強いし、だって黒ひげ VS 青生地とかもガチでやったら、うん、なんか青生地勝てちゃいそうな気もするしね。全然勝てそう、うん、であとその3対象っていうのはもう1段階の武装色の覇気はもうおそらく使えるんですよ、うんうんうん、なんでかっていうと、あの頂上戦争でね、うん、あの3対象バリアやったじゃん。謎のやつね、当時の。本当にあれ何って思ってた当時ね。本当超気になったじゃん、うん、あのバリア何ってやっぱ思ってたけど、うん、あれが結局やっぱりね、ワノ国編で、うん、明かされた武装色の覇気の1段階上のものですよね、うん、多分まああれがそういうことですよね。まだね、うん、あの SBS とかに確かねこれに関して触れられてなかったんで確定ではないけど、うん、まあ描写的には多分そうだよね、うんうんうん、って考えると、まあ1段階上の武装色の覇気も使えて、うん、まあそこもなかなか結構ね鍛えてるとは思うんで、うん、全然俺ねカイドウとかにも攻撃食らわせられんじゃないのかなと思うんだよな。全然能力も強いしね、うん、そう、能力もねロギアだし、全然悪魔の実の中かな、マグマとかで溶かせそうですね。ちょっとはね、ねえ、ちょっと対抗できるし、さすがに。いや、いけると思うんだよな。しかも、うん、覇気もまとわせてマグマだったらなんかもうエグ強そうだしね。強そうだよ、うん、で、キザルもねレーザーでピカピカで、で、言ってね、フジトラもさめちゃくちゃ強いじゃないですか、うん、本気のバトル全然まだ明かされてないんでわかんないけど、うん、で、緑技はちょっとまだね未知数なんであれだけど、うん、まあでもね4校イコールまではないしろ、まあ4校に近いぐらいの実力は僕ねあると思ってますね、うん、個人的には。うんうん、多分あれよ、だからこのナンバー2かなって思うイメージ、うん、僕はあれだと思ってて、うん、やっぱ海軍ってちょっと育成不足なところあるじゃないですか。なるほどね。多分そこでなんかこうどう考えても全体戦力を考えると4校のが強そうな感じするじゃん、うん、今のところ。はいはいはい、うん、そこでなんかそういうイメージがなんかついてないかなって僕はちょっと感じる部分もある。そうだね、まあ全体すればそうだよね、うん、そう、まあ海兵がどのぐらい人数いるかね、ちょっとまだね分からない部分もあるけど、うん、4校は各々で部下めっちゃいるから、そう、合算されちゃったら確かにやられちゃいそうだもん、ね、部下も強いイメージがあるのよ、その4校の部下、うんうん、それぞれでもパワーを持ってる強いイメージがあるけど、ね、やっぱどうしても
っぱ中将が出てくるとちょっと、うん、そうだね、なかなか中将は割とね、そうな感じがしちゃうね、一気に差が出ちゃうからあそこに、うんうん、まあ、だから多分そこにプラス七武海だったね、今までね、そう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 、あの三大勢力とはいえおそらく四皇に対抗する、四皇プラス海賊に対抗するために、うん、要は海軍と七武海っていうイメージだよね、どっちかといったら、うんうんうん、なんか三つがこのね同格関係っていうかは、うん、割とだから海軍の下にあったのが七武海っていう僕イメージだったんで、うん、なのでね、だ今となってはその七武海も撤廃しても平気なぐらいの新兵力があるわけですから、うんうん、だから四皇という勢力に七武海という勢力をぶつけられなくなりますってね、その裏に言うかなって言ってたけど、うん、だからそこがね今ね新たな SSG が開発したやつが多分やばいと思ってるんで、うんうんうん、だからまあそこが加わってっていう考えると、だからやっぱさっき言った感じかな、うんうんうん、まあもちろんねそのナンバー2ぐらいの人もいるかもしれないけどね、戦ったらね、うんうん、その相性とかもあるんで、うんうん、なので、まあ、まとめると、まあ、僕個人的にはまあ、対象以上のクラスは、まあ、4校に匹敵するぐらいの強さ、うん、まあそれ以上とまではいかないけどね、うん、いやね、ロジャークラスとまではさすがにいかないけど、まあ、4校か、まあ、それよりちょい下とか、うん、ナンバー2よか上な感じはするかなと思います。はい、ねえ、まあ、確かにこれガチバトルとかもねそんな描かれてないんでね、そうね、意外と分かんないよね、気になるよね、うん、まあでも、うんうん、ベックマンにね確かに止められてたしね、キザルも、うん、おっとっとベックマンってね、うん、そうそうそう言われてたりもしたんで、だからまあね、うん、いろいろ、まあもちろん無傷では勝てないっていうレベルでね、うん、確かにあれやっとかないとっていう意味もあったと思うんだよね、まあ、海軍もね、うん、どんどんね育成をどんどん進めていってもらえればね、うん、いやだから多分ね SSG が多分やばいと思うな、うん、やばいんだろうねそれが、どんぐらい強いか分かんないけど、うん、はい、はい、ありがとうございます、ありがとう。じゃあ次の質問いきたいと思います。はい、のぎーさん、のぎーさん、ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく見てます。あー、いつもありがとう。質問です。はい、シャーロット家の人物でワノ国に来なかったであろう、カタクリやプリンやブルルは今何してると思いますか。はいはいはい、今後再登場の可能性ありますか。特にプリンちゃんの3つ目の海岸でどのような力が発揮されると思いますか、はいはいはい、なるほどね、という質問でございます。いやーこれね本当にもうずっと気になってたよねこれね、うん、でちょっとこれはジャンプの内容入るかな、入りますか、ちょっと入りそうなんでティントンでお願いします。一応ね、はい、ジャンプの内容はしゃべると思いますんで、はい、よろしくお願いします。この質問は、はい、はい、お願いします。はい、はい、もうこれに関してはねやっぱね気になるとこであるけど、まあでもねおそらくだけど多分ワノ国には来ないんじゃないかなって今のところ思ってるな俺は。うん、なるほど、うん、まあそのなんでかっていうと、もうやっぱり鬼ヶ島浮く事件ですよ、うん、もうゴゴゴゴゴホムラゴムで飛ばしてるんだ事件から、うん、もうあの時に多分ビッグマム海賊団はもうほぼみんな下にいるんでね、おそらく多分だけど、もう結果来たとしても上に来れないもんね、うんうん、だから上にいるビッグマムと多分ペロスペロで今回は話が進むんじゃないのかなって俺は思ってるかな、うんうんうん、でその後進むとしたら終わった後だよね、終わった後例えば、まあ、ビッグマムとあのペロスペロがじゃあ打ち取られたと負けたってなった時にどうなる問題ですよね、うんうん、どうなるかだね。ああ、だからまあルフィたちも結構満身創痍じゃ絶対、うん、てかまあ全員満身創痍になると思うんですよ、うん、そこに言ったらね元気ピンピンなカタクリとブリュレとプリンちゃん来たら、うん、それはそれでちょっと怖いよね、うん、どうすんのっていうのはあるんだよ、うん、だからそこがちょっと気になってはいるかな、うんうん、で最初ね鬼ヶ島がやっぱ上行く前まではもしかしたら参戦あんじゃねえかって思ったの俺も、うん、ブリュレの能力もあるし、うん、ただねでもそのブリュレの能力がそのミロワールドがどこまでどう繋がってるかってのちょっとよくまだ分かんないですよね、うん、あの範囲ってトットランドの中だけなのか、はたまたまあそのブリュレのなんか扱える範囲が決まってるのかとか、だってねその言ってしまえば鬼ヶ島に鏡一枚あったらいけるかもしれないしね、うん、だからその辺がちょっとねまだね分かってないんだけど、でもブリュレが来てないんで確かね描かれてなかったんじゃなかったかな、あれ描かれてたっけな、描かれてなかったと思うな、ちょっとね細かいコマのねどこまでかっていうの僕ちょっと今抜けちゃってるんであれですけど、ブリュレはね確かワノ国来てる組にいなかったと思うんですよね、うん、だからそうなるともしかするとまあ今の戦いの中には来ないんじゃないのかなってって考えるとやっぱ後だね、うん、終わった後そのビッグマムペロスペロがもしね負けてて、誰かに負けるかわかんないけど負けてて、うん、そこだって回収しに来るでしょ、うん、そこでどう動くのよ。でもね俺の中だとねやっぱりね一個借りがあるっつって、うん、カタクリは手出さない気がするんだよなルフィたちに、うんうんうん、まあまあ借りというかねその結局まあ息のね止めなかったわけよ、うん、カタクリ最後ねルフィは、うん、でしかもカタクリの言ってしまえば、まあ、コンプレックスになり得るその口を最後男の勝負とは関係なしに隠したわけじゃん、
俺あれってねやっぱね本当ルフィってすげえ男だって思うことの一つだと思うんですよね、うん、だって敵よなのに敵のコンプレックスは戦いとか関係ないから、うん、敵だろうが何だろうがもうそこをパサッてかけると、うん、むちゃくちゃかっこいいじゃんあれ、うん、男として、うん、もうねで片栗めっちゃ年上なはずなのにそれすらも受け入れる器というか、うん、そりゃ片栗も好きになるわルフィのことっていう、うんうん、最後さ麦わらたちはどうなったってねブリュリも話で聞いてたけど、うん、結局だからねやっぱねルフィにちょっと惚れ込んでる部分はあると思うんですよね片栗も、うんうん、そうなった時にルフィを打ち取りにはいかないと思うんだよな、うんうん、ここはもうビッグマム海賊団のもう面をねそのメンツをかけてというか、うんうんうん、ここは手出すなみたいな言ってくれる時に来てくれるとかっていう感じなんじゃないのかなと思うんだよな、うん、でまあプリンに関してはまあそれと一緒ではサンジに借りがあるよね、うん、まあ借りじゃねえかこれはサンジには結局恋をしてるからね、うんうん、で結局そこもあるんでまあプリンも含めて敵には回らずに来たとしてもビッグマム連れていくだけなのかな、うんうんうんっていう感じがするかね、うん、でまあプリンのその3つ目の海岸に関しては正直ねこれもちょっとさ今もうロビンを狙ってる感じじゃないですかビッグマムとカイドも、うん、ロビンを生かしておけよと、うん、で要はもう3つ目族の海岸もう待てねえってビッグマム言ってるんですよね、うんうんうん、でちょっとね正直だからプリンに対してこれってプリンの立場から考えるといやなかなかショックだと思うんですよね、うん、今まで散々さ3つ目の海岸3つ目の海岸って多分ね言われてたのに急にもう待てねえとか言われたら、うんいやあんだけ散々利用しといてみたいになるじゃん、うん、だからプリンが正直そのサンジ側に立つ理由っていうのもむちゃくちゃあるんですよね、うん、だそうなった時に三つ目族の海岸はどうなんだろうな、まあ、それがねもしかしてどういった理由で海岸するかっていうのは分かってないんだけど、うん、もしかするともしかして今みたいなそのショックで海岸、うん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 、ねサンジの失恋もショックであったしかつビッグマムにもなんかねそんな態度取られたら、うん、なんかそういうパターンの海岸もあるのかなって確かに今喋ってて思ったわ、うんうんうん、だからそうなってくるとだからそこでね何かが分かるのか、うんね、海岸っていうのはどうってものなのかが確定で分かるのかなと思う、うん、けど今三つ目族の海岸ってね今もうほぼほぼ分かってるよね、要は万物の声が聞けるに近い能力なんじゃないのかなっていうのは確定で分かってるよね、うん、ロジャーはねその奇妙な力で骨グリフを読み解いたと聞くがみたいに言ってたんですよ、うん、だからまあそこからねまあ推測していくと、まあ、三つ目族の海岸もおそらくそこなんじゃないのかなって感じだよね、うん、だから三つ目族が海岸したら、まあ、ポーネグリフが読めるのか、まあ、そこの声が聞けるのか、まあ、そっちに近い能力になるんじゃないのかなって思うかな、うん、うん、っていう感じだと思います。はい、うん、なるほど。気になるよな、確かにね。いやでも片栗きたら熱いな、まあ、片栗は手を出さないでほしいですね。ねえ、いや、うん、手出さないと思うんだよな、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。じゃあ最後の質問いきたいと思います。はい、元気社会人成り立てさん、ありがとう。ありがとうございます。成り立てさん、ありがとう。頑張って。高岡さん、みるみるの K さん、いつも楽しく見ております。ありがとうございます。質問です。ルフィはなぜ七部会に勧誘されなかったんでしょうか。エースは誘われています。ルフィには断られるかもしれませんが、七部会を何人も倒しているなら海軍はルフィを七部会に勧誘すべきだと思います、という質問でございます。なるほどね。あー、なるほど、うん、おもろい、うん、いや盲点ですね。いやなんかすごいですね最近、うん、すごいですね皆さん、うん、ありがとうございます。面白いですね、確かにこれ考えたことなかったな、うんうんうん、だからなんかさ最近本当に SBS 乗るぐらいのみんなここに送ってません、うん、SBS 送ろうなんかねそう最近感じてきた。もう全然この何 SBS レベルですからね、うん、皆さん確かに SBS バンバン送りましょう本当に。いやこれは本当にそうそうそう、マジで公式の方に乗れるチャンスありますっていうレベルのがね本当に最近いただいてる気がする、うん、ありがとうございます。なんかね僕もちょっとねでもいただいたからにしっかり答えないけど、うん、まあ確かに、ね、小田先生はねその答えられないことも多分あると思うんでね、うん、まあ僕の推測でっていう意味でね、まあここでちょっとお答えさせていただきますけど、うん、なるほど、面白いっすね。確かに確かにそうっすね、うん、ルフィはね七部会加入されてませんと、うん、で確かに七部会っていうのはどういった存在かっていうとね、他の海賊たちへのまあ抑止力というか、うん、まあまあお前ら暴れるんだよと、そしたらこの海賊たちに狩られんぞっていう意味もね込めてのあの七部会ですよね、うん、だから略奪とかがね、まあ許されてると政府から、うん、だから本来であればそれがね海賊に向けるための海賊なんだけど、まあ、結果ねクロコダイルとかドフラミンゴは結局それを市民とかね国の国民とかにね悪い方に使っちゃったんで、まあダメだったよねって感じはあったけどね。でまあそういった意味合いでの、まあ、七部会なんで、だから黒ひげもいけたわけですよね。要はエース打ち取ったから、だって5億5千万よ打ち取ったら余裕で七部会っしょって意味で異例のゼロベリーから、うん、まあ入ったってことですよね七部会にね。なんでルフィもそうやって考えてくると七部会何人も落としてると、
いや入れろよって確かに思いますね言われてみれば、うん、うん、確かに思うわ。まあ、でエースはね、あの七部会勧誘されてるんですよね。七部会の勧誘を蹴ったってって、ね、話があったもんね、うん、57巻ですね、うん、57巻の一番最初のところで、うん、552話のところでね、うん、白ひげがね新聞を見ながら言ってんだよね、グランドラインに威勢のいいガキが嫌がる、グラララララ七部会への勧誘を蹴ったって、こいつら何年目だ、若いのがそんなに急いでどうするってね話をしてたわけですよ、うん、だからエースはもう現にね七部会に勧誘されていると、うん、でそれもね確かあの小説でなったかな、ノベルエースで、ノベルエースの時に確かにねその話もねあの細かく出てた気がするんですよね、うん、でだからエースは勧誘されてると、うん、なのにじゃあルフィはなんでされないのかと、うん、で多分これに関してはね確かに今言われてみて思ったんだけど、うん、まあエースだから勧誘されたんじゃないのかなって思うかな、うんうん、エースはどういう存在だったかっていうと、海賊王の息子だったんですよね、うん、で海賊王の息子って分かってたから、もう海軍としてはもう早めにもう手中に入れたかったというか、で多分それでまあもちろん利用するつもりだったと思うんだけどね、七部会に入れるっていうのを餌にしようとしてたと思うんですよ、うん、けどそれはねいち早く感づいた白ひげが、まあ、エースを先にまあ部下に入れたんで、エースは七部会にならなかったと、うん、結果的にね、まあ、もちろん本人もならないんで蹴ってるんですけど、うん、で、まあ、そこを考えると、でルフィも D なんですよね、うんうん、で政府としては別にそんなにね D の名をね別に広めたくはないと思うんだよな、うんうん、だから七部会には入れたくないと思うんですよ正直、うんうんうん、なんでまあやっぱルフィ誘いたくなくないとはなると思うんですよ正直、うんうん、ただティーチに関しては、うん、エースっていうその海賊王の息子を討ち取っちゃってるんで、うんうん、でその事実も世界に広まったらやべえだろっていうのもあると思う。でかつ多分政府としては最初入れる気なかったと思うのよ。なんでかっていうと、ラフィットが直々に入れてくれって言いに行ったんですよ。あのマリージョアにもううちの船長どうすかってもう営業行ってるわけいや七部会どうすかって普通行かないんだけどな、エース打ち取るんですけどどうすかっつってでまあそれはねもちろん黒ひげ海賊団はまあ思惑があったからね入れてったけど、うん、まあ政府としては確かにエース打ち取ったんか、5億5000打ち取ったんかと、でしかももともと白ひげのクルーかと、うん、確かに他の海賊にはその抑止力にはなるなとは確かに思うよね。でルフィってどういう存在かっていうと、その当時は確かにルーキーすぎるかなって思うな、うんうんうん、ルーキーすぎたし、ちょっとね、まあ、エースとはまた事情が違うし、まあ、ドラゴンの息子っていうねところまで、あのどこまでね知られてたか分かんないけど、ちょっとルーキーっていうのもあるし、さすがに D だしって、いろいろ確かにね、あの細かい不安要素があったんじゃないのかなって確かに思うな今、うんうん、話してってね。でそれなので、まあ、今の感じだと、まあ確かにエースはまあ分かる、でティーチも分かる、でまあ確かにルフィも、まあ、今の感じだと違うんじゃないかなっていう。だからもしかしたらあそこでね、あのウソップがマリージョにどうすかって英雄言ってたら分かんなかったかもしれないですね、うん、ウソップなのか誰なのか、いかねえだろ、うん、どうすかっつって、なんならラフィットちょっと怪しいわ、政府とつながりありそうじゃん逆に確かにね、うん、お前なんぞやって普通よくあれで受け入れたよねって思うよね、うん、政府も、うん、政府も政府で確かにあれ捕まえるでしょそこでねえ、なんでとはなるよね、うん、よく行くなとは確かに思うけどね。でまああの時点で打ち取られてたのがクロコダイルだよね。マリージョアにねそのラフィットが行ったとこって25巻なんですよ。でここってどういう時だったかっていうと、クロコダイルだけが抜けてたんですよね、うん、でクロコダイルが抜けてた枠として黒ひげが入ったんで、うん、だからそのルフィが七部会を結構打ち取る前なんでね、うん、だからそこまでそんなに穴が、まあ、埋まってなかったっていうのと、でティーチを入れました、うん、でモリアが打ち取られてすぐ割とインペルダウン襲撃してもね、頂上戦争だからその後、だからもうそこをルフィを声かける間もなくもう D 入れたえやべえティーチってなって結果的にもうちょっとやめよってなったのかもしれないですね、うんうん、でローは一応ね D 割れてないですもんね、うん、後半で入ってる感じで、うん、っていう感じかな。なんでまあ僕的にはまあ今の感じでちょっと納得はできるかな、うんうん、どうですかね皆さん的には。まあ確かにとは思うけど、うん、順序立てて政府の感じから考えると、うん、まあタイミング的にも誘うタイミングなかったんじゃないなかなかちょっと本当は誘うと思ったんだけどごめんっていうパターンかもしれない本当はちょっとねーって思ったかもしれないけど、ね、そんなことないでしょ、うんっていう感じじゃないですかね、うん、はい、はい、ぜひ皆さんがね思うものもねコメント書いてください、うん、面白いっすね、うん、はい、はい、ワンピースで楽しいね、はい、今日はここです。今日も最後まで見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。確かにルフィ誘われてないなって、ね、思う方もねぜひコメント書いてくださいお願いします。はい、そしたらね我々他にもチャンネルやってます。旅ちゃんとか漫画アニメチャンネルやってますんでね、ぜひ概要欄からチェックしてください。ツイッターのフォローもよろしくね。はい、そんな感じでした。明日も楽しもう。またね。確かにルフィ一回誘ってあげて。だからお願いお願いします。